年に一度今演奏会やってます。この次もまた演奏会やりたいなと思ってます。ただもうよくご存知のようにばっかしですが、結構年齢が高いのでだからいつまでこうやって同じメンバーでやってられるのかななどと思いながら今日無事に迎えて白菜をもう一度この白菜っていうのは、白菜ギシギシお母さんがこうやってやってやってでまた会うときはお漬物っていうのでだから2部の終わりは自分の休憩の前は次はお漬物だったわけですでまた付き合うときはお漬物お漬物だから美味しくなってもっと使って美味しくなって上等になって、こうやって皆さんとご一緒に演奏会を楽しめたらと思って最後にじゃあ白菜をやらせていただきます。